はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスですで。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書とか英語についてまた心理学についての本をご紹介しているんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいで。この動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの世界で一番美しい幻想図鑑と いうタイトルの本になりますでこの本は2010年に発売された本なんですけれども日本でもある時期話題になったと思います。でさまざまな元素が持つ特徴を、まあ、非常に美しい写真とともに紹介するというような内容になっていて、まあ、例えば今適当に開きましたけれども、えっとまあ、セシウムだとまあ、こういうような、えー、見開きになってます。だいたいた見開き1ページ 見開きの2ページか次のページも一部その主要な元素については紹介されているというような内容になっています。でちょっとマニアックな内容ですけれどもこの各元素が周期表のどこに位置をしていて。 えとまあ、どの電子軌道に電子が入ってるかまた発光スペクトルとかまた固体液体気体というのが、まあ、どの温度で、えーまあ、存在するかというのをまあ説明しながら、まあ、メインはですねその元素がまあどのように日常生活で使われているかという説明と、えーまあ、具体的な写真ですねそれが紹介されています。 実は私はあの化学を少し学んでるんですけれども、えーとまあ、そういった人からすると、まあ、すごく詳しいわけではありませんですがあの非常に美しい写真が多くてですねもう単純に見てるだけでもまあ楽しいというのは、えーとまあ、化学を勉強してなくても楽しめると思います例えばロジウムとかですねで結構宝石とか、えーとまあ、あの装飾品というのは あのもちろんまあ人を引きつけるというか、まあ、見てるだけでもまあ綺麗だなというふうに思うんですけども、まあ、そういうものに使われてる金属っていうのはあ金属というか元素っていうのはいっぱいありますので、まあ、あのそういったものを見てるだけでも楽しいんじゃないかなと思います。 でえっ、ー、とまあ面白いのはですねその、まあ、よく知られているような元素だけじゃなくて、まあ、きっちりあのランタノイドアクチノイドといったような気度類とかですねあのそのあたりについてもあのちゃんと最低限まあ見開き2ページ使って説明をされているので、えー、とあこんな元素がこんなふうに使われているんだというようなまあ意外な発見とともに、えー、まあ読み進められる本なんじゃないかなというふうに思います。でえっ、ー、とまああの 科学をですねすごく理解してない人でも、まあ、楽しめるという意味では、まあ、非常にあの面白いんですけれども、えーとまあ、例えば、まあ、家にこうやってポーって一冊置いといてですね、まあ、なんかお子さんとかがあのいらっしゃる家庭はですねパラパラとあの見させてあげても面白いかもしれません。やっぱりこういう身近な、えーまあ、ちょっとミーハーなですねキラキラっとしてるというようなところから、まあ、あの科学の勉強とかを始めると、まあ、少し面白さを持ちながらあの勉強に入っていけるんじゃないかなと思いますので、まあ、そんな使い方もできるかなと思います。 ちょっとネックはですね価格が高くて3800円しますで、えっとまあ、非常に写真が多くてき、まあ、綺麗ですし全部空ズイなんでしょうがないと思うんですけれども、まあ、ちょっと値段が高いというところはあの、まあ、ネックですけれども、まあ、よかったら手に取ってみてください、はい、今日は以上ですよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします